日本埼玉県埼玉市南区、根岸国道17号根岸は、埼玉県埼玉市南区の町名。現行行政地名は、根岸一1丁目から根岸五5丁目。住居表示実施地区。郵便番号は336-0024。埼玉市南区中央部の中赤平野に位置している。地区の北部は、大宮大地の南端にわずかにかかる。地区の東側で分蔵。 南側で辻、西側で白旗、北側で新名や南本町と隣接する。武蔵浦和駅と南浦和駅の間にある地区で利便性から急速に宅地化した。また、全域が市街各域であるが、ネ岸1号生産力地,地地区などの生産力地地区もわずかに見られる。国道17号沿線にはマンションの建設が相次いでいる。 地区南側の辻用水周辺は、かつての旧入間川流路跡であった。元は江戸期より存在した武蔵区に足立郡浦和寮に、属する根岸村であった。大谷城村に飛び地を漁していた。2017年9月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。北部を、 東日本旅客鉄道武蔵野線の武蔵浦和駅、南浦和駅間が通るが駅はない。最寄り駅は東日本旅客鉄道武蔵野線、埼京線の武蔵浦和駅、または東日本旅客鉄道武蔵野線、京浜東北線の南浦和駅である。町域内に学校はない。小学校の学区は南浦和小学校、中学校は一丁目と四丁目の一部が、 岸中学校2.3丁目と4丁目の一部が南浦和中学校5丁目の生徒が白旗中学校となっている。ありがとうございます。